どうぞ。トゥーパップさん、ハニワちゃん、のんちゃん、おはから、おはから、おはようございます。おはようございます。個人商店、特に食べ物屋さんを見かけたら迷うことなく入らないと後悔します。閉店することがメディアで報じられてから大行列になって、長年の常連さんが入れなくなったり、お客さんが少なくなって廃業を考えている店主さんに頑張ってくださいとか上っ面だけの言葉をかける人がいますが、本当に失礼だと私は思います。長く頑張ってきた人に何を頑張るというのでしょうか。そういうならそのお店に通えよと言ってやりたいです。私は個人商店が大好きです。だからできるだけ個人商店で食べるようにしています。なるほど。まあ、なんかずっとさあるけど行ったことねえ店とかあるじゃん。あります。で、まあ、なんかのタイミングで行ってみたらさ、めっちゃいいじゃんここみたいなとこさあるよね。あります。俺こんずっとあったのにさ、なんで今まで来なかったんだろうみたいなさ。もっと早く知ればよかったってことですよね。視界には入ってたはずなのにさ、一回も行ったことない。あれね、ちょっと後悔するよね。後悔しますね。まあ、そういうとこでもね、こうまあ、正直入りにくいぞ。そうそうそう。から分かる。一元さんをお断りですかみたいなね、なんかこう行っていいのかなみたいなの分かる。やっぱ勇気がね必要でね、そこにね一回行っちゃえばな、あこんな感じかって分かればさ全然いけるんだけど。うん、分かるわ。そこ美味しいんですよね。そうそうなの。そうなんだよね。探してこう。まあいろいろとやっぱ今全部含めて行動することだね。そうだね、うん、だからやっぱもっと早く何々すればよかったってそういうことだよね。まあそうですよね。動いてなんぼですよやっぱり。確かに動いてなんぼだね。そうだよね。それでも失敗したらさ失敗したでいいし。そうそう、うん、それも学んだ財産だし。ああ、いいこと言いますね。やったー。いや本当その通りだと思うけどね。私アイス食べたい。食べていいよ。買ってください。うまいこと言ったから。食べていいよ。ありがとうございます。あ、のんちゃんと一緒にパフェも食べたいな。食べていいよ。ごちそうさまです。全然食べてください。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ちょっと聞こえない、最後の方が聞こえないですけど。ごちそうさまです。どうぞ食べてください、はい、さあそれでは、皆さん40分台にパフェを食べながら放送したいと思います。なわけない。どこに売ってんだよ。本当だよ。買ってくれ。パフェってどこに売ってるの。しょうもない。しょうもなかったです、はいはい。それではまた40分台にお待ちしております。はい、今日はもっと早く丸々すればよかった。メールお待ちしております。いってらっしゃい。